羽生結弦選手は、フィギュア界では氷上の王子様との評判で、その演技の素晴らしさだけでなく、容姿は注目を集める存在である。羽生結弦選手のファンは女性陣が多いことは知られていたが、実は世の男性陣も羽生結弦選手に高い評価を与えていたことが分かった。2014年、男性用スキンケアフェイシャリストームシリーズを発売した化粧品医薬部外品等製造販売の株式会社シーボンは、2015年1月、全国の20から50代の男性483名に対し、男性が選ぶ日本の美肌男子アスリートは誰かという質問や、また気になるスキンケア等についてアンケート調査を実施したところ、表題のような結果となりました。詳細は以下の通りです。男性が選ぶ日本の美肌男子アスリート第1位は羽生結弦選手。2020年の東京オリンピック開催を控えて、日本は空前のスポーツブーム、そしてアスリート人気も高まっています。世界で通用する技を身につけていることはもとより、アイドルや俳優並みのルックスを備えている一流選手が多いことも人気の理由のようです。では同性の男性はどのように思っているのでしょうか。化粧品製造販売の株式会社シーボン東証一部上場では、昨年男性用化粧品を新発売したことをきっかけに、20代から50代の男性483名に美肌男子アスリートと気になるスキンケアに関してインターネット調査を行いました。この調査で美肌男子アスリートの第1位に選ばれたのは、ソチオリンピックで金メダルを獲得し、怪我に見舞われながらも全日本フィギュアスケート選手権1位など今季も大活躍したフィギュアスケートの羽生結弦選手で、調査対象者の 33.7% の163名が彼を日本の美肌男子アスリート代表に選びました。羽生選手を美肌男子に選んだ理由は、映像や画像を見てとの回答が123名で1位でしたが、体や健康に気を使っていそうだからという回答が2番目に多く、体健康のメンテナンスが美肌につながるという意識を男性も持っていることが伺えました。美肌男子2位は内田篤人選手、3位はダルビッシュ有選手で、それぞれ調査対象者全体の 13.3% と 11.0% を獲得。女性からも支持の高い人気実力を兼ね備えたアスリートが上位を占めました。あなたが考える日本の美肌男子アスリートは誰ですかに対する回答。しかも注目すべきは女性陣でなく男性陣へのアンケート結果であったことだ。この羽生結弦選手が1位に選ばれた理由を聞くと、やっぱりみんなしっかりと見ているんだなぁと思った。単にソチ五輪の金メダリストという憧れからでなく、彼が選ばれた理由として、映像や画像を見て体や健康に気を使っていそうだからといったものだったのが素晴らしかった。羽生結弦ファンの女子の声にあるように、アップのゆずの肌はかなりきめ細かくしっとりして輝いているように見え、羨ましいとのツイートもあるほど。しかも女性的な華奢な体型で、あの高難度の技を繰り出す羽生結弦選手、そのためにはどれだけの努力と健康管理を行っているのかと思う。2020年は夢の東京オリンピックも開催予定で、冬季五輪の選手だけでなく多くのアスリートに視線が集まっていくことだろう。競技者としての鍛錬だけでなく、彼らの健康な美しさは日々の健康管理と食生活からであり、学ぶことも多くある。羽生結弦選手の活躍の源はこのような健康管理等も大きな武器となり、来季への期待が大きく膨らんでくる。真のアスリート羽生結弦の真髄の一端、このアンケートの結果からも伺い知ることができた。ますますこれからのゆずの活躍が楽しみだ。